戦闘開始。覚悟せい。はっ。ただ一つの目的のために私は戦う。たとえ死が相手であっても手を抜くことはなく、ジライアはコナンの術に翻弄され、そして戦場に現れたペイン陸道の攻撃によって雨に散った。もはや彼らの野望はとどまることはなく、ジライアを退けたペインとコナンはついに九尾捕獲のためこの半隠れへと進行する。突然の襲撃を受けた木の葉は阿鼻叫喚に包まれ、強大なるペインの力によって瞬く間に崩壊していった。この葉に残されたのは絶望に沈むものとむき出しの大地。しかしその中にあってもただ一人ペインに強烈な怒りを向ける者がいた。それこそ仙人の力を宿した渦巻きナルトである。人外の気迫を抱くナルトに対し、ペインのうちに焦りの色はなく、思考の同日リンネガンはただ目の前の標的に狙いを定め、かくして神と仙人との戦いが始まるのだった。むちゃくちゃに仕上がったお前は絶対許せねえ。いくら吠えたところで状況は変わらない。強大な力を前に弱者はただ逃げ惑う。お前はここで終わる。終わりだ。
これで少しはおとなしくなるか、キュウリ。激闘を制したのはペイン。神の力は怒りの方向さえも散らし、キュービ捕獲はもはや時間の問題となった。しかし渦巻きナルトの抱く平和への意志はペイン、あのナガトの心さえも動かし、そしてこの葉隠れを救い、彼は散っていった。暁の描く計画は少しの変更を余儀なくされるも、人中力捕獲の行動は続く。次なる狙いは8尾の人中力キラービー。対して暁は尾のない美獣と呼ばれる男、星なき貴様を向かわせたのだった。あなたが八尾キラー B ですか。サメザメと泣かしてやるぜ、このサメ野郎。さてあなたはどれほど私を楽しませてくれますかね。戦闘開始。くらいな。日本大空弾の術。この大空にもその意味を欲しめる先やるまい。バカ野郎。なかなか美味でしたよ、タコのチャクラは。キラー B との激突はサメ肌との連携を見せたキサメの勝利で終わるも、
いよいよ捕獲寸前の際に雷影の介入によりことはなされずに終わった。しかしことの首謀者深淵の黒幕内葉マダラに焦りは見えない。すべて想定の範囲にあり、すべては計画通りに進む。内葉マダラの計画にブレはなかった。ここまで来るのに随分と犠牲を払ったようだね。全ては計画のためだ。だがあいつらの犠牲によって七体の美獣の力を手に入れた。これで次に進むことができる。お前にも働いてもらう。僕は君の犠牲になるつもりはないけどね。これより第四次忍界大戦を始める。